新潟市秋葉区山谷町。このうちは新日ハウジングで新築されたお住まいです。若い施主さんのテーマはくつろぎのシンプルモダン。まず1階は白とダークチェリーのツートンカラーコーディネートが都会的な雰囲気を醸し出す LDK が中心。2箇所の大きな掃き出し窓に加え、梁を見せた天井、吊り子棚にせず広い視界を確保するなど、明るさと開放的な演出にこだわりました。キッチンの後ろは全面収納ですっきりとした空間作りに貢献しています。リビングの内階段は家族の触れ合いを大切にする設計。ドアを設置することで音や声を漏らさずプライバシーを確保。暖房や冷房の空気も逃さず高い快適性を実現しています。2階は清潔なイメージの漂う明るいホワイト空間。3つの洋室で構成されています。まず主寝室はロフトプラスウォークインクローゼットを備えました。ロフトはちょっとした趣味のスペースとして、また収納場所としてなど使い勝手も良好です。2つの洋室も明るく、将来のお子様の部屋としてぴったりの室内です。また2階にはユーティリティスペースを確保し、ゆとりを向上。新潟の雨や雪が降る冬には物干しとしても活躍します。新日ハウジングではご予算や土地など限られた条件の中で住まいのベストプランをご提案いたします。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。